レンジです。8プロ風雲録4の続きをやっていきます。今回はシルバームーンに乗り込むところです。その前にちょっとベリーラッキー見てて、最近アキコさんが自分から進んで食事を用意するようになったんだよ。それに掃除や洗濯なんかも積極的にやろうとするんだよ。仕事で疲れてるだろうに本当にありがたいことだよ。おお、いい感じになってるじゃん。彼女パチンコ自体は本当に好きになったらしいです。最初頑張らなきゃと思ってたら本当に面白くなってきたらしいです。おお、なるほど。それはそれでいいんじゃない。じいさん、じいさん、ここの景品になってる古い日本人形、一体どういうセンスで選んでるのかしらね。あんな薄気味悪いもの、一体誰が欲しがるっていうのかしら。呪いの人形って言われても納得するわ。知らないうちに髪の毛でも伸びてそうだもん。え、そんな景品になったっけ。あ、景品になった。呪いの人形か、使えるかも。私が引っ越したいって言っても旦那は全然相手にもなってくれない。買ったばかりの家を手放すなんてバカげてる。でもこういう話は大嫌いな人だから、もしかしたら。え、あ、そのおばさんにあげんのか。これか。あった。はい、あげる。え、ああげるんじゃないんだ。なんだろうね、そのうち出てくる。いや、お、こんにちは。こんにちは。盆踊り。あのさ、俺と一緒に盆踊りへ行かない。え、行く、行くよ、絶対に行く。すげえ乗り気。お、楽しみだな。嬉しくて待ちきれないからもう帰っちゃおうかな。おお、帰っちゃう帰っちゃう。じゃあ金曜日の夜、公園のベンチで待ち合わせね。夜、金曜の夜。店長、早退します。本当に帰った。盆踊り楽しみにしてるよ。え、本当に帰った。健康すぎねえか。俺もよく会社でもう帰っていいとか午前中に言ったりするけど、本当に帰ったことはないよ。金曜の、え、今日何曜日だろう。金曜の夜、公園のベンチ、忘れないようにしよう。なんかカレンダー機能とかあればいいのにな、これ。こういうとこに載ってたりしねえけど。ないよ。アルバム。ないか。そうか、おお、知らないうちにかなり出てきてる。ゆきちゃん。ああ、やっぱり覚えとくしかないのか。それか部屋で考え事をすれば教えてくれるのかな。まあいいよ。いやー、シルバームーン、楽しみだね。違法賭博。あ、で、今日何曜日だって？火曜日？まだまだ先だな。さあ、火曜日のポーズは、何でしょうか？はい、たどり着きました。
ポーズを取る。吐いてるし。はい。シャドウボクシング。いいね。開いた！ついに開いた。え？地下？はしご？降ります。おお。え？あ、ここか。ついに来ました。バニーガール。よ、誰だ。おお、見たまえ、この辺りを。まさしく、大海原のうねりだよ。岩田のこと。岩田だって、今それどころじゃないんだよ。静か。静かというホステスについて知らない。静か？私は、明美一筋でね、何を言わせるんだ。さすがはシルバーム。波のパチンコ店と違う。岩田だと？あんな男の名前なんて聞きたくもない。知ってんだ。静か？知らんな。え、マジ？あ、え？お。あ、まだいる。君にはここは少し刺激が強すぎるんじゃないかね。ふふ。岩田。岩田？忌々しい名前だ。静か。ホステスの静か？ああ、この店にいたのは見たことがあるな。やっぱり来てたのか。空来た。大当たりだよ。ははは。岩田だって？静か？おい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 。さっきの人と一緒だよ、これ。え、これで一周か。君は誰？お？いらっしゃいませ。シルバームーンへようこそ。なんか色っぽい声の女の人。あら、お客様、このお店は初めてですね。私は桂木彩、このお店のマネージャーを務めております。ちょっと待って、桂木さん。桂木さんじゃん。あのお好み焼き好きの。お店ともども、どうぞよろしくお願いします。こんな声してたの。お、ハイツ出玉の鍵あるよ。35,000。だっけ。お、黒縁メガネ、いいね。ただ、今まだ買わない。テーブル、ダイニングテーブル。すげえ。回転ベッド。38,700。石油ストーブ。日本の鎧兜。鹿の剥製。由緒ある日本刀。あ、かっこいい。黒塗りの大小刀添え。名家が、国、ダメ、読めない。この奥は何でしょう？立ち入り禁止です。これは？お！何これ？喫煙所？ふぅ、何？少し暑くなってしまってね。ここで熱を冷ましてるとこなのさ。おや？見かけない顔だな。どうやら新顔さんというとこらしい。何かご用かな？裏パチンコ店、シルバームーン。許されし者のみが集う。至高にして究極の遊戯場さ。ここのルールは少し特殊でね。油断するとあっという間に一問なしさ。どうやって攻略するの？攻略開始時に貯玉を特殊ルール用の持ち玉数に変換するんだ。例えば、貯玉が5万発なら、持ち玉は5000発というわけさ。あ、貯玉っていうのは、あれか。通貨のことか。
10分の1の玉になる。攻略終了時に攻略成功失敗に関わらず残った持ち玉は元のレートで茶玉に戻る。無論残っていればの話だからね。レート10倍か。パチンコ勝負もこのルールなの？パチンコ勝負には適用されない。それ同士の真剣勝負だからね。あ、これ聞いたっけ？ああ、聞いてない。茶玉10玉を1玉。うん、だから10倍ってことだよ。6000発出せば6万発。面白いね。ヤムーンの客について。政界、財界の重鎮も多い。あまり羽目を外さないことだな。あやは？この店のマネージャーだよ。なかなかの敏腕っぷりだな。マダムからの信頼も厚い。おまけにあの美貌だ。何人かアタックしたようだが、全員玉砕したらしい。彼女を夢中にさせる男などこの世にはいないのかもしれないね。へえ、攻略難しいんだ。まあ、興味ねえけど。あの、お好み焼きバーは。待って、なんもないんだけど。もう一回話すか。今の話を聞いた上で。ダメだな。シャーネ一回撃つか。全然金ねえけど。425発しか使えない。じゃあちょっとパチンコ打ってみます。はい、終わりました。はい、結果は？はい、996発。こんなところで撃ってたら死ぬわ。いや、マジなんもないんだけど。どうしよう。帰ろう。お？ちょっとあんた。はい、支配人がお呼びだ。来てもらおうか。お、やべえ、ゴトがバレたかな。え、ばあさん、手洗い真似して悪かったね。シルバームーンの支配人、西川よ。よろしく。占い師みたい。あんた、岩田って男を探してるようだけど。はい、メガネの。あれだね、目標の静かに関係がある話だろ。そうですよ。まさか。まさか、俺の心が読めるのか。裏の世界の話なら、何だって耳に入ってくるのさ。さて、本題に入ろうか。お、岩田のことを嗅ぎ回るのをやめてくれないか。なんでよ。この店じゃあの男のことはタブーでね。お客が来なくなっちまう。え、その代わり私が岩田のことを教えよう。ただここは地下パチンコ店シルバームーンだ。欲しいものはパチンコで手に入れてもらうよ。お、パチンコ勝負か。面白そうだな。そうしよう。パチンコ好きはそうでなくちゃね。それじゃ景品カウンターに岩田の情報を並べておくよ。あ、そういうこと。それを取ったら岩田の情報を教えてあげよう。なるほど。何発で売ってんだろう。どれどれ。1万発か。何もここで稼がなくてもいいよ。
はい。じゃあ、1万発貯めてきます。パチンコ勝負やって、結構弾は増えました。で、合コンあんの忘れてて、確かここで合コンだったと思うんですよね。あ、はぁ、なんで立ってんの？始めます。え、何？何の宗教？では、こんにちは。え？ちょっとちょっと。え？待って待って、バグってんの？いやいやいや。何してんの？いや、絶対バグってるよね、これ。あ、ゆきさんは調子悪いんじゃないか？あ、いや、そんなことない。うん、両手で。はい、ゆきさん。イカ玉食べてるんだ。あ、こういうのあるじゃん。はい、あーん。くれるの？あーん。ケチ。財産はそういう人だって知ってたけどさ。いやー、マジシュールなんだけど。おう。お？いいぜ。うわ。ヤハラ食堂はダメ。見どころは面白くない。あ、ホルモンたまちゃんいいんじゃない？江の寿司は今、大将いねえからな。キッチン玉、まあ普通だな。ここは高い。飛び天の天かすはいいよ。すき焼きを食ったことで。ねひょう。俺の手料理。まあホルモンだな。ホルモン焼きってまだ食べたことないのよ。今度試してみようかしら。参考になったわ。ありがとう。このお店どう思う？懐かしいわ。お好み焼きなんて。出た。いや、長えな。まだ立ってる。ああ、安い。300単。はい。じゃあ、また金稼ぎに戻ります。いいこと考えた。質屋で手っ取り早く、稼ぐ。サングラス。え、ちょっと待って。値段2000玉って書いてるけど、1000玉、半額になるんじゃん。半額ね。四角いメガネもいらない。もうここら辺いらないね。高級だけあればいい。一本釣り。どうすかな。うち先に。水飲み帳は絶対使う。白黒テレビいらない。よし、一枚いった。観葉植物もいらん。あ、魚拓。ペルシャマット売れるじゃん。まあ、持っとくか。ザリガニ。まあ、こんなもんでいいか。はい、じゃあ。あ、まだシルバームーンやってんじゃねえか。ちょっとシルバームーン行きます。あ、あと、景品交換所に招き猫がないかとか見てみようかな。招き猫、あ、ねえか。水飲み帳を、わらしべしてって多分手に入れる。と予想。されるんでないよね。はい、じゃあ岩田の情報変えます。ばあさん持ってきたぜ。ほう、確かに岩田の情報を手に入れてたようだね。それじゃあ教えてあげよう。岩田の何を聞きたいんだい？正体。岩田はね、土地ブローカーってやつさ。
値の上がりそうな土地を安く買い叩いて高く売りつける。それだけなら普通の商売だがな。岩田はそのためなら手段を選ばない。この出玉町の昔の住人も岩田に脅迫されて出て行ったって話だ。性格は？岩田は用心深い。自分は奥に引っ込んだまま手下を使って悪さをするのか。自分は偽名を使い一般人のふりをして悠々と生活している。おお、多分あんたも会ったことがあるよ。メガネをかけた太った背広の男。食通。食通だよ。ほら。戸当たり。戸当たりだっけ。あの静香って女も手下みたいだね。協力してパチパラ町を下ろしていたようだよ。スナックのママが言ってた、そんなこと。最近はあまりうまくいっていないようだったがね。岩田が仕事をしくじるとは何かあったのかもしれないね。いいわけないよ。あの男のおかげで大損をしたお客さんが何人もいるんだ。うまい投資話を持ちかけてね。まあ引っかかる方も悪いんだがね。今はうちの店では出入り禁止にしているよ。探すなら他を当たっておくれ。これで岩田の情報は全てだ。あとは他で探すことだな。なるほど、戸当たりか。ここら辺にパチプロいねえのか。いねえか。戸当たり探すか。戸当たりはいろんなとこ行ってるからな。じゃあちょっと飲食店回って戸当たり探してきます。お？ああ、この店。仕切り直しだと思って店を開けたんだが、朝から誰も来やしないんだよ。俺は相当お客さんを怒らせちゃったんだな。だけど美味しい料理を作り続ければお客さんが戻ってきてくれると信じてるよ。お、いらっしゃ。あ！お！まさ！すまねえ、まさ。俺はお前の言葉を。アジフライ定食を頼む。まさん？営業中なんだろ？ならアジフライ定食をお願いするよ。お前の言いたいことはわかる。だけど料理人なら料理で語るもんだぞ。ありがとうよ、まさ。あんた、アジフライ定食一丁。あよっ。ああ、よかったね。うん、うまい。やっぱりここのアジフライは最高だな。鍋を持つ手が滲んで見えるや。あんたは何にします？ただで壊してはくれない。うわー、安くなった。あー、解決。じゃあアジフライもらおうかな。よかったね。っていうか、戸当たりいないんだけど。あと行ってないの、ここだけ。いない。いやー、参ったな。全部行ったよ、飯屋。あ、目標だけ行ってねえ。目標行ってきます。はい、目標にやってきました。あ、っていうか、ナオミに聞くんじゃねえの？よ。ダメか。岩田について。ダメか。客では来てないか。いない。お？
うーむ。いませんね。出たー、電話鳴ってる。はい、誰ですか。もしもし。白石です。お、白石さんだ。ダブルブッキングじゃん。なんだろう、急に。え、修羅場。どうしよう。一方的に約束させられたけど、その日、ユキちゃんとも約束してんのよね。大好き。え、っていうかユキちゃんについてない。え、よくわからん。とりあえず一つね、ちょっと思い浮かんだことがあって、朝にパチパラ町の屋台に行くと、この屋台ならとかっていう選択肢があって、あれで食通の渡来をおびき寄せるんじゃねえかなと。ちょっと、翌日にやってみます。はい、どうでしょう。いきますよ。この屋台なら。え、ダメか。違うの？お、客戻ってきてるじゃん。よかったね。いや、あー、いいね、よかった。お、今日も大盛りだな。やっぱりこの店はこうでなくちゃ。おばあさんも、うん、いやー、それはいいんだけどさ、わかんねえな。あ、ここでポーズは？ダメか。ここ来んの忘れてたよ。よ。あー、彼女のことを思うと胸が張り裂けそうだ。天ぷらの息子も彼女が好きで今度告白するって言ってたけど。え、それは本当かい？今度そいつに話をつけてくる。告白するのは僕だって。目玉町の天ぷら屋の息子か。きっとお金持ちなんだろうな。だけど、愛はお金だけじゃないんだ。愛するという気持ちが大事なんだ。いや、あの娘を金持ちが好きだっつって。お？パチパラ町について聞くってのが、増えてるな。この町は難しながらの町並みをなんて言うと聞こえはいいがね。正直時代に取り残されてるとは思っとるよ。隣町があんなだからね。だからってな、あの串カツ屋が出玉町に店を出してやっていけると思うかい？は？何？思わない。やっていけるわけないさ。串カツ屋にそんな才覚はないよ。あの串カツ屋はな、この町だからやっていけてるんだよ。串カツ屋だけじゃない。他の店もそうさ。もちろんわしだってそうさ。パチンコ屋殺人事件の証言か。住人はパチパラ町を離れられない。え？なんかよくわかんねえけど。これのピースだったな、今。これか。うわ、長そうだな、これ。じゃあ引き続き探していきます。いや、ちょっとね、見つからないわ。渡来なんで、ちょっ
と探して、木曜日。ああ、次の日金曜日だから、まあ、どっちかとデートするところから次始めようかな。今日はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。